みんなただいまー。ダラチューバーのまゆみだよ。今日は前回花澤香菜さんの声真似をやった時にコメント欄で水瀬いのりちゃんも聞きたいということでリクエストをいただいたので、このまゆみのお声お答えします。ふっす。それでは本編ゴー。ご注文はうさぎですか？のちのちゃん。心配はいらないです。ココアさんと同じ年の頃には私の方が高くなってます。ティッピーが頭に乗ってたら2倍の力が出せるんです。嘘じゃないです。嘘じゃないです。お姉ちゃんの寝ぼすけ。ガタオブンの花嫁の中野いつきちゃん。すみません、席は埋まっていますよ。お腹が空いて力が出ません。もちろんです。頭を使うとお腹が空きますから、またご馳走してください。リ、ゼロから始める異世界生活のレムちゃん。レムは知っています。スバル君がどんなに先の見えない暗闇の中でも手を伸ばしてくれる勇気がある人だってこと。スバル君に頭を撫でられるのが好きです。手のひらと髪の毛を通してスバル君と通じ合っている気がするんです。スバル君の声が好きです。言葉一つ聞くたびに心が温かくなるのを感じるんです。スバル君の目が好きです。普段は鋭いんですけど、誰かに優しくしようとしているとき柔らかくなるその目が好きです。どうだったかな、レムちゃんのセリフ長かったね。でもこのシーンは本当に感動するから、ぜひアニメ見てほしいな。3つ声真似したけど、ワイミ的にはいつきちゃんが一番難しかったな。この調子でどんどん声真似のレパートリーを増やしていきたい。水瀬いのりちゃん可愛いよって人はチャンネル登録と高評価を。あとワイミちゃん頑張ってたって人はチャンネル登録と高評価をお願いします。それでは以上、ワイミでした。おつだらー。